はいさ皆さーんんこんにちはウクレレシンガーアキヒロです、えー、本日も新しいウクレレのレビュー動画いってみたいと思いますはいさあ皆さんこんにちはウクレレシンガー秋宏です、えー、本日も、えー、ウクレレのレビュー動画を、えー、していきたいと思います、えー、今回買ったウクレレはですね コンサートサイズのウクレレになっております。ウクレレはソプラノ、コンサート、テナー、バリトンのまあつの種類のサイズに分かれるんですけど、今自分自身が持っているウクレレがソプラノとテナーサイズのウクレレを持っております。ソプラノサイズだとまちょっとちっちゃくて指がちょっとうまくコードがちょっと抑えきれなかったりとかしてしまったり。 してでまたテナーだと,ちょっとウクレレソロ、まあ、自分の手の問題とかあと技術の問題もあると思うんですがちょっとなかなか指が届かなかったりとかしてしまうところがあったりしてちょっと今ウクレレを練習していく上でちょっと今コンサートサイズっていうものをちょっと試して使ってみたいなと思ったのが一つの理由でもう一つは今自分の周りでちょっとウクレレを始めてみようかなということでそれで、まあ、このウクレレを どんなかなかいう中で、ソプラノクレ,レを前回レビューで上げさせてもらいましたがその1個上のコンサートサイズのウクレレこういったサイズもあるよって紹介をしながらまたなおかつ低コストで買えるウクレレを今回探してみました前回はサウンドハウスさんで買ったんですが今回はより皆さんがウクレレを買いやすい Amazon ののサイトの方で、えー、ウクレレを探しましまた、えー。なので今回のテーマは、ま、コンサートサイズのウクレレで、えー、低コストで買えてネットで買える、えー、というところを重点的に、えー、そしてなおかつまだ後ほど説明しますが、えー、ウクレレを始める、えー、にあたって、えー、これはあったらいいなというものをえー 揃えたセットを探してみたのでそれを購入してみたので今から開けていきたいと思いまーすはいそれでは早速開けていきたいと思いまーすさあいつもどこからきようか悩んでしまうわけでございますがよいしょはいじゃあ開けていきたいと思いまーす 今回、ですねネットでいろいろ探してでえっとだいいたこのソプラノサイズもそうですコンサートとかも結構安い金額でセットが売ってはいるんですけどまあ、そのセットの中身がですいろいろ違っていたりとかするので、はい、ちょっとこの中でこのセットいいなと思って買ってみました。ははい箱の中身はこれが グレールが入っていますが、これだけですね。多分この中にセットが入っていると思います。じゃあ開けていきたいと思います。はい、開けていきたいと思います。いろいろ落ちました。はい、じゃあまずは まずはちょっと一回整理しますねはい、えー、というわけで今段ボールからですね一通り中に入っていたウクレレとそのセットの内容を出しました今から紹介をしていきますがまず今回購入した amazon で購入したウクレレの内容がこちらとなっております <music> えー、というわけで、まあ、低コストで買ったセットのウクレレ、でもコンサートサイズ、えー、ちょっと英語がちょっとごめんなさい、自分がちょっと苦手で、えー、何というメーカーの読み方をしていいかちょっと分からなくて、ネットでも探したんですけど、なかなか探せなかったので、今、えー、まあ、写真の方で見せましたら、4980円でセットで購入しました。 前回のレビュー動画でもそうなんですが大体沖縄県とか離島っていうところは大体送料が付、えー、く場合があるんですが今回ちょっと自分がプライム会員とかいろいろあったせいか分かりませんが一応送料無料で続、えー、きましたので一応5000円以内で購入した形となっておりますそれでは早速一つずつ紹介していきたいと思いますはいでは早速まず大きいね一番今回メニュータル <laughs> ウクレレから紹介したいと思います えまだ中身は見ておりませんがウクレレ多分中に入っているのでウクレレのケース、まあ、カバンと、えー、中にウクレレが入っておりますカバンはこんな感じですね後ろがこういったタイプの、まあ、肩掛けのやつでございますポケットの中は、まあ、何も今は入っていませんね ポケットがこんな感じです。で、持つところはここにもあります。ちょっと早速中開けていきたいと思います。まあ、ウクレレでね。安くであのたまに売っているケースと比べたらまだいい方なのかなと。ケース自体は思います。はい。それと、こちらがはい、コンサートサイズのウクレレでございます。 できますねえちょっとはい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 、はい、えー、っとウクレレがコンサート生でこんな感じでございます見えるかなちょっとここになんだろう傷ではないですがちょっと色が焦てるというかちょっとついてますね、はい、でこっちにストラップをはける えー、ピンがここについております。で、こんな感じで、これがヘッド。なんて呼んでいいのかなぁ。はい、すいません。英語がよく分かっておりませんで。後ろがこんな感じになっております。説明書きが多分中国語なのかなという感じがしますが、こんな感じで。 おりますね。はいちょっとこのウクレレはねまたとチューニングして後で紹介していきたいと思いますまず入っていたのが、えー、このウクレレ、まあ、今回ねコンサート入っているコンサートのウクレレとこちらのカバンが入っております、はい、で次に入っているのがこちらチューナーでございますはい、まあ、ウクレレもねまあ自分もまだちょっと耳だけでちょっとなかなかえっと音程とかチューニングは,実はできないんですけどこの チューナーが入っております。ちょっとチューナー負けていきたいと思います。そしても自分が初めてウクレレ買った時、チューナーを買わずに結局、まあ、飾りみたいな感じでね、ちょっと、ちょっとあまり知識がない状態で始めたので、はい。買ってみましたが。はい。ウクレレのチューナーですね。電池も、電池もここに入ってました、今。はい。入ってますね。ちょっと入れてみましょうか。 またちょっとね、あのー、近いうちに、このウクレレのチューニングの仕方もね、ちょっとやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。そうですね、やっぱ説明書きが、見えるかな中国語で、後ろが、英語になっております。はい。じゃあちょっととりあえず、電池を入れていきたいと思います。 こっち側かなあ、逆でしたね。つかないです。よしよし。チューナーもね、いろんな種類の多分チューナーがあると思うんですけど、まあ自分が持ってるチューナーといろいろ合わせていきたいと思います。はい、今電源を入れたらすぐつきましたね。電源っいうか、電池を入れたらすぐつきました。クロマティック、ギター、ベース、バイオリン、 ウクレレかな ?UC? ウクレ、UD ってなんだろうごめんなさい。自分も詳しくまだウクレレのこと分かってないので、ちょっとこのいろいろ、またちょっと調べていつか紹介したいと思います。一応、今こういった形で見えるかなちょっと、ピントが合わこれを動かすとピントがずれますね。はい。中長ついております。多分長押しで、あ、消えますね。長押しでつく。長押しで消える。で、ついて、 押すと、それぞれギターとかベースとかウクレレの、まあえー、合わせた形になります。今日はちょっとクロマチックでね、えー、ちょっと調整していきたいと思います。はい。まず、チューナーでした。はい。で、次に、えっと、はい。これですね。もう、そのまま入ってましたね。クロス、まあ、ウクレレをね、もう拭いたりとかする、はい。えー、お掃除するための布ですね。 はい、えー。何も袋に入っていなく、そのまま入っておりました。はい。クロスでございまーす。で、あと、これが、ストラップになりますね。このストラップは、えっと、ストラップって、っと、ウクレレを、まあ、ギターとかね、微ーすると、こうやって首にかけたりとか、そういうやつなんですけど、ウクレレは、まあ、こういった、 えー、タイプこういう穴があるんですけどこういったタイプの場合はここの方に入れてこうやってかけるんですけどちょっと私のサイズが合わない、ね、それをちょっと調整します。 えっとえっとえっと以前ね、ちょっとこういったタイプのストラップを試してみようと思って買ってみたんですが自分の首に入らないっていう問題があったりとかしていてあこれが限界かなこれが一番下ですね、はい、入れてでここのこのフックをですねここのホールに引っ掛ける感じでございますこうですね こうやって使いますはいちょっとねやっぱ体が大きかったりとかと、ね、ちょっとね自分見てると体太ってる人とかだとちょっとこのストラップがこの穴が窮屈だったりとかするのでまあそういった場合はここと、まあ、ここがついているので、まあ、こういったかけるストラップがまたあるのでそれを使ってみるといいかもしれないですね。はい,よい,しょい トラップはまた後ほどかけていきたいと思います。ちょっと今日はね、もうあるもので、ちょっと全部やっていきたいと思います。音メガネが外れたもうちょっと。はい。で、次に入っているものが、はい。これは、ストリングスですね。今、ウクレレ自体に、えー、弦は付いてるんですけど、替えの弦が入っております。ちょっと開けてみましょう。 はい。えっと、弦はこういった感じで、そのまま一個ずつ分けられていると思うんですが、分けられていると思うんですが、あれあ、分けられてますね。分けられてます。えっと、こちらが、1番って書いています。見えるかな ?1 番。ということは、 これは3番ですね。お引っかかる。3番。わかるかな ?3 番。あ、ごめんなさい。これ2番だこれ。さっきの2番ですね。これが3番だ。これが3番。見えるかなピントが合わない。3番ですね。3番に。これが4番。 いるかなウクレレはですね、まあ、1弦、2弦、3弦、4弦っていうね、順番があるので、まあ、その順番が測れている感じです。だいたい基本一応、ウクレレは多分、1個1個多分梱包されて入っているんですが、私は安いウクレレだからでしょうか。あとそのまま、こうやって入っていましたね。はい。ありがとうございます。で、今度、こちらですね、えー、説明書と、 えー、ウクレレの説明、もう報道進行とか、えー、押さえ方、いくつか曲の、えー、紹介があります。ただ、の、まあ、まずと、まずこの状態でちょっと、ぐにあって入っていましたね。はい。ウクレレと書いております。ちょっと、いろいろ詳しく見せちゃていけないかもしれないで、簡単に見せますが、ちょっと中は基本、英語です。英語と、えー、っと、 ここら辺が見えるかな中国語ですかねって感じで書いてありますね。はい、書いてあるのウクレレの各歌まあヘッドとかそういった説明書きと押さえ方、押さえ方とか。はい、あとはいくつか曲が、えー、書かれております、はいまあ。まず初めてウクレレをするときは まあ、多分何かやりたい曲とかもあるかもしれないので、はい、それでまあ、こういった押さえ方とかってね、見る参考になればいいのかなと思いますが、はい。えー、ちょっと自分がわかる曲がちょっとパッと見た感じ少ないので、はい。あとこれはちょっとごめんなさい、自分はちょっとあまり使えないかもしれませんが、ちょっとね、いろんな曲をわかる方は、もしかしたら、あ、この曲弾けるんだ、歌えるんだってなってるかもしれません。はい。 そして最後にこちらですね。ウクレレのカポになります。説明はちょっとやはり中国語で書いております。ちょっと中身見てみ,てみたいと思います。はい。こういったタイプのカポですね。はい、今開けてわかりました。同じカポを持っております。 はい。もう1個もね、なんで持ってるかっていうと、ちょっといろんなカポを試してみたいなっていうことで、えー、メルカリさんで一番安くで買ったんですが、もうこの裸の状態でね、ちょっといただい買ったので、えー、同じタイプを持っております。はい。これが全部かな。えー、カポについてもね、またある、次回またいろいろ説明していきたいなと思いますが、はい。まあ、今回入っていたのがウクレレ。ウクレレのカバン、ウクレレバッグ。そして、 チューナーチューナーとクロスで替えの弦そして、ま、説明書兼ちょっとした楽譜そしてカポとなっております。はい、えー、というわけで、えー、今ウクレレの今回買ったセットの、えー、中身とか え、を紹介していきました。え、今からちょっとチューニングをして、え、ちょっと早速音を鳴らしていきたいと思います。